イーザーローンは、ドイツ連邦共和国ノルトラインベストファーレン州、アルンスベルク行政管区のメルギッシャー軍に属す都市で、ある。人口約9万2千人のこの町は、道軍を呼び、ザウアーラント最大の都市である。ラインルール大都市圏に属し、中級中心都市に格付けられている。イザーローン、イゼルローンなどとも表記される。この町の名前は、中びくドイツ語のい、e、い線ロ。 すなわち、鉄の森に由来する。市域内で、最初の定住跡は1000年以上前のもので、都市の建設は770年にまで遡る。18世紀から19世にかけて、イーザーローンは、金属工業によって、経済的繁栄を謳歌し、数十年間にわたって、ミュンスターに次いで、ベストファーレンで2番目に、大きな都市であった。現在は、金属工業の他に、 特に科学工業、製薬業やサービス業が盛んである。イーザーローンは、アイスホッケークラブ、イーザーローン・ルースターズ、小乳道、民営ブルワリーイーザーローンのビールで知られている。この町は、大学の所在地であり、学生によって組織された、国際経済、カンファレンス、キャンパスシンポジウムのホスト都市である。市内に、広大な森があることから、イーザーローンは、 バルトシュタットのニックネームを有している。イーザーローンは南ベストファーレンに位置しており、ルール地方の南東境界地域、ハーゲンの東側にあたる。地域はザガーラントの一部で、シュタットバルト、ザイラーバルト、レトマーテのアウフデア・フンプフェルトに広大な森林が広がる。地域の西側は7 2トルにわたってレネ川が流れ、北部は ルール川によって、ウナ軍と隔てられている。ルール川は、約7 5トルにわたって、軍境をなしている。重要な川は、レネ川支流のグリューナーバッハ川、市の北側でルール川に注ぐバールバッハ川がある。バールバッハ川は、水源の大川を含めて、全長1 8トルあり、イーザーローンで最も長い川である。中核式とその北の地域は、 ニーダーザウアーラントに属すが、最大高度546メートルに達する、イーザーローン高地が、市の南側に接しており、一部は、メルキッシャー・オーバーラントに属す。本市の地域は、北部のイーザーローンの最低地点がある、ルール川の谷から、南のザウアーラントロタール山地自然公園に属す、高地まで18.5キロメートルに広がっている。東西の最大幅は、 10.7km である。ケスベルン地区の南のイーザーローナー平に位置するリュッセンベルクは海抜 493.9m である。町の中心部は海抜 250m にある。この他の主な山としては中核地区の南東にあるシュトルッケンベルク、レッセル南部のヒルケン平営がある。 イーザーローンの総面積は12,549ヘクタールである。住宅地、自由地及び産業用地は2,163ヘクタール、交通用地849ヘクタール、公園、レジャー用地及び墓地が285ヘクタールである。また、4,442ヘクタールが農地、4,608ヘクタールが森林である。また、 水域は109ヘクタールである。地域を大まかに区分すると、北部1、3が農業用地、南部1、3が森林で、中間部分に一方の市境からもう一方まで幅広い住宅地の帯が伸びている形である。イーザーローンを構成する旧市町村区分図、イーザーローンには公式な市区の区分がない。現在のイーザーローンは、 1975年1月1日の市町村再編によって旧イーザーローン市とレトマーテ及びいくつかの小さな町村が合併して成立した。以下に示す通り、現在の地区は旧自治体に割り当てることができる。周辺地区を含む内市街、ベルミング前、ムスベルク、ゲルリング前、ホムブルーフ、イーザーローナーハイデ、ドレーシェダーフェルト、オーバーグリューネが 旧イーザーローン氏にあたる。北東のグリーゼンブラウクとロムブロックはジュンメルーンに含まれる。北部には、来年、ドリュップリングゼン、カルトホーフ、レッキングゼン、レフリングゼン、ライナーマルクを含むヘネンがある。西のキューレマテ氏に含まれるのが、ドレシェーで、エストリヒ、シュテューベーケン、グリュルマンスハイで、ゲナ、レッセル、ウンターグリューネ、ピリングゼン、ラスベック、ローデンである。 市の南部全域は、アッテルン、ビッグベルク、ダールゼン、ヘーゲンシャイトといった集落を含むケスベルンである。イーザーローン市は、ヘネント、レトマーテに、住民窓口を開設している。イーザーローンに隣接する市町村は、西から時計回りに、以下の通りである。軍独立市のハーゲン、ウナグイのシュベールテ、ホルツビッケで、フレンデンベルク、ルール、メルキッシャー軍の面伝ンン。 ヘーマー、アルテナ、ナハロートビプリングベルデ。地質学上、イーザーローン地域は、ライムガンシーファー産地の一部である。地盤は主に、デボン期中期から石炭期後期に形成された。この地域の作り山活動は、バリス間、作り山運動と関連したレムシャイトアルテナー、アン部に刻み込まれている。その西南西から東北東に向かう尾根が イーザーローン南部を通っている。この地域はメルキッシェス・オーバーラントの高地地域に属しており、北に向かって急斜面で落ち込んでいく。ここには約3億9000万年前のジベティアン・デボン期中期に形成されたウンテーラー・ホンゼラー層が露出している。それはホンゼル・エムベルク・フレンデンベルクで見られる。内市街付近には やはりデボン期中期に形成された石灰や鉱石を多く含んだオーベーラー・ホンゼラー層がある。最も顕著なのが、その上に中世に都市が建設されたビルシュタインである。パーターウント・ノネキタは、ハーゲンからバルベに至るデボン期中期の石灰岩の帯につながっている。石灰岩の強度のカルスト化の結果、いくつかの大きな洞窟が形成された。 イーザーローンに80以上ある洞窟のうち、デヒエン洞窟が最もよく知られた小乳洞である。これ以外の大きな洞窟としては、エムスト南斜面にある全長850メートルのエムスト洞窟、全長約750メートルのクロイツ洞窟、デヒエン洞窟の近くにあり800メートルまで調査がなされたクニッター洞窟がある。 この洞窟には水没している部分があり、実際の全長は不明である。また、グリルマンス洞窟も特筆すべきである。ここには高さ30メートルの岩、パーターウントの根がそそり立っている。これらの洞窟の多くが、石灰塩を産出している。石灰産出体の北には、砂岩滝及び、クルム歴の岩層が存在する。これは、低地の草地地形で、 年岩を主体とする土壌のーイイにつ繋がっている。ルール川の南は表記の黄土体積物や表記の痕跡を特徴としている。痕跡とは、例えばザーレ表記にルール川を越えてハールシュトラングにまで達したエンドノレーンなどである。本市は温帯に位置している。気候は大西洋に支配されている。7月の平均気温は 摂氏16.7度と最も暖かく、1月が摂氏1.4度と最も寒い。年間平均気温は摂氏8.9度である。平均年間降水量は973ミ、mm、リメートルである。6月の降水量が平均105ミ、mm、リメートルで最も多い。地域における人の痕跡は、旧石器時代中期の約4万2000年前から、 その後数千年のものである。エストリヒャーブルクベルク、マルティンス洞窟、グリュールマンスハイで、グリュールマウス洞窟からの出土品、特に道具や人骨は、流浪する集団が一時的に滞在していたことを示している。イーザーローンに数多くある洞窟は、数千年にわたって人や動物を庇護していた。新石器時代以後、イーザーローン地域で、 永住的な居住がなされるようになった。上述のほかドレッシェーで、ジュンメルン、ヘンネン、ホンゼル、シェルク、シュテューベーケンからの出土品もこの時代のものと分類されている。濃厚器具、交差岩製の斧や幅広の矢尻がこうした出土品に含まれる。青銅器時代からは、軽岩製のナイフ、青銅製の武器やコップが作られるようになった。 紀元後の古代からは、装飾具の出土品も現れる。レーガータールの入植後は、6世紀から内市街地域で永続的な定住がなされるようになったことを推測させる。市内で最も古い建物であるパンクラティウス教会は10世紀末に建設され、おそらく985年に建造された。 リース・ボルン修道院の1059年の文書におそらく現在のイーザーローン関する記述がある。1124年にはイスロという名の集落が司祭の財産目録に記されている。疑問の余地がない最初のイーザーローンの文献記録は1150年のものでロンと表記されている。ロンという名前は森を意味する中びくドイツ語呂に由来する。 その後すぐにイーセンイコール、鉄との組み合わせが現れる。これはかつてこの地域で鉄が産出していたことを示している。この街の名は、鉄の森とも翻訳される。に由来する。イーザーローン地域は、ミレニアムの変わり目頃に、ザウアーラントに多くの霊園を所有していた、ケルン大司教の影響力下に入り、民衆がキリスト教家された。 世俗領主は主にベルル博であったが、11世紀にベルク公によって奪われた。ベルク公はその後すぐにライン側に至るザウアーラント西部地域の広い範囲を支配した。1160年、1161年にアルテナ博領がベルク公領から分離され、13世紀初めにマルク博領とリンブルク博領に分割された。これ以後ロン集落は、 マルク博領に属した。1180年からは、ケルン大使教領もこの地域の領主となり、北東に位置する面ン,ンに至るまでのベストファーレン公領を所有した。これにより、イーザーローンはマルク博領の中で、レトマーテ近郊のリンブルク博領との境界や面ン,デン近郊のケルン選定公領との境界近くに位置することとなった。ベストファーレン公が面伝を要塞化したため、 マルク博もこの方面の国境防衛施設を強化するよう努めた。これはによってアルンスベルククやリンブルククに対して優位に立つことにもなった。ベスト・ファーレン港はこれに対抗したのだが都市を要塞化する権利を持たなかったマルククは旧イーザーローン集落の高台にある樹木の生えていない。 石灰岩の岩山ビルシュタインに要塞を建設し、土塁と堀で囲むよう試みた。最初の紙壁は、13世紀に木作と土塁で築かれた。1214年から、イーザー・ローンは、同盟の首席司祭区の所在地となった。都市圏はおそらく、アドルフ一世一世下の1237年に与えられ、1240年頃には、貨幣中造権も有した。 エンゲルベルト一世による都市圏の確認は1278年になされた。マリエン協会の麓、アムビルシュタインに残る史壁跡13世紀の木作、土類で囲まれていたのは、現在の内市街のわずかな部分だけであった。1300年頃に北門を含む土類の北側と東側が取り壊され、北と東へ拡張されて、一部は二重の石壁に改築された。 これにより防衛される都市の面積は4倍となった。壁の跡は、現在も、マリエン教会付近で見ることができる。ミューレントオアやキルヒ島アの他に、ベスタートア、ウナアートア、ベルミングザートアが設けられた。マリエン教会の近くに、領主の城塞や、市民の家屋が建設された。町の北部には、ユダヤ人街があった。白は13世紀からこの町を行政管理に、 適合するよう改造していった1309年の文書に独自の弁護士と市長を持つ防衛力のある都市と記述されており、1326年に初めて市議会について記録されている。イーザーローンは首都で宮廷所在地のハム及びカーメン、留年、ウナ、シュベールテに並ぶマルク白領の主要6都市の一つとなった。 マルク博は1609年まで領主であり続けた。マルク博領は1392年からクレーフェ、博領と同訓連合を結んだ。1447年にクレーフェ博は公に昇格し、この町は1521年からマルク博も参加したユーリーヒクレーフェベルク連合公国に属した。ユーリークレー継承戦争以後マルク博領は、 ブランデンブルク選定工領に移され、これ以後は、ブランデンブルクプロイセン、後のプロイセン王国に属した。イーザーローンは、もともと約10ヘクタール程度の土地で、中世には小都市に位置づけられていた。この町はまず要塞的性格と比較的脆弱な、交通環境によって特徴づけられる。パンクラティウス境界周辺のアルトイコールイーザーと、 マリエン教会近くの防衛都市及び城塞とは中級世紀初めまで分離された別の町であった。イーザーローンの発展は工業の発展と緊密に関係している。中世後期の金属化工業の黎明期には周囲を囲む山の斜面から産出した鉄鉱石が滝木の上で後には炉の中で溶解されていた。滝木は周囲の森から供給された。 14世紀に初めて水力で駆動する丹造所がグリューナータールやバールバッハに建造された。高品質のオーゼムント鉄が生産された。内市街付近では15世紀から19世紀まで亜鉛を含む皮脂亜鉛鉱が採掘されていた。中世から近世に最悪に見舞われた多くの都市と同じようにイーザーローンでも多くの都市火災が起こった。 町はその度にゆっくりと復興した。少なくとも9回の大化が伝えられている。1448年、1510年、1530年、1616 16年、1635年、1665年、1677年、1685年、1712年である。大化の原因は、 木組みの家屋が密集していたことの他に、火を使って作業する、金属加工業にも起因した。この産業は徐々に郊外に移転し、内市街には増加した、商人、職人、小さな企業が定住するようになった。18世紀になると、イーザーローンはプロイセンで最も重要な工業都市の一つとなった。1690年に初めてハリーが生産され、 時代とともに針及び針金製造が最も重要な工業分野となっていった。ブロンズや王道の製品もこの町の重要な商品に数えられる。イーザーローンのシュガレットケースは特産品の一つであった。大きな金属加工業者は市の終焉部で増えていった。一方、内市街には多くの商人が住んだ。イーザーローンの商人は ヨーロッパ全土の、さらには、ヨーロッパ以外の都市と交易を行った。1800年頃にイーザーローン地域は、針金、針、王道、ブロンズ、絹織物といった産業が盛んで、南に隣接するアルテナやリュデンシャイト周辺地域とともに、世界最大級の工業地域を形成していた。19世紀遅くまで、イーザーローンは、 ベストファーレン最大の工業都市であり、プロイセンで最も裕福な商業都市の一つであった。中世には、武具生産が大きな重要性を持っていた。例えば、イーザーローンで作られた鎖片びらが、ロンドン島に存在する。イーザーローンの針は、世界的な輸出品であった。経済は、プロイセンが関わった多くの戦争によって、一時的な、 輸出現象というネガティブな影響を被った。19世紀初めのフランスによる占領や、これに起因する大陸封鎖も、経済発展や都市の発展を阻害した。1808年から1813年まで、イーザーローンは、ベルク大公国のルール圏に属した。その後再び、プロイ占領となり、ベストファーレン州、アルンスベルク圏に属した。 イーザーローンは1817年に当時のイーザーローン軍の軍長所在地となった。この町は再び約20年間の流星期を経験した。経済発展は社会問題を引き起こした。早くから工業化された町であるイーザーローンは古くから労働運動の町でもあった。1840年に金属化工業者がこの町で最初期のストライキを 行った1848年、1849年の革命失敗後に住民の抵抗が増大し、1849年5月、武装した防衛軍の協力を得て放棄に参加した人を捕獲しようとした。プロイセン政府のこの計画は住民の怒りに火をつけ、武器庫の選挙からイーザーローンの反乱が起こった。 1867年のイーザーローン19世紀半ばから金属産業は様々な理由により衰退していった。イーザーローンの金属業者は水力に強く依存したが業者の数が多かったため市内の小川沿いにはもはや発展の余地がなかった。このためいくつかの業者はレネ川やルール川沿いに移転していった。さらにルール地方では良質の鉄鋼や 良質の製品を生産するための近代的な方法を採用することができた。また、鉄道の幹線は、イーザーローンを直接経由せず、日本の支線が建設されただけであった。1860年、ハーゲン・ジーゲン線に、レトマーテ駅が開業した。レトマーテ・フレンデンベルク線及び、アルダイ鉄道は1864年及び1910年に、 それぞれ開通した。こうした経済的な問題にもかかわらず、イーザーローンには、金属工業の中規模企業が数多く残っていた。現在も内市街のいくつかの通りは、最高や、その加工業にちなんだ命名がなされている。例えば、ガルマイ通り、ベルクベルク通り、シュタールシュミーデなどである。1932年に撮影された。 ダンツ島1830年代に腕木通信網、ベルリン、コブレンツ1000が設けられた。これはザ・ダーラントを経由しており、1833年にイーザーローンのフレンデンベルクに中継所が設けられた。しかし新しい電信の登場により、約20年後には再び稼働停止となった。1909年に中継所の場所にダンツ島が建設された。 この建物は現在、町の象徴的建造物となっている。ここには現在、腕木通信の復元品が設置されている。イーザーローンからレトマーテへの鉄道改良工事により、1868年に、デヒエン洞窟が発見された。この商入道は現在でも、最も重要な見どころの一つとなっている。工業化の結果起こった、人口増加は、急速に拡大した。 建て込んだ、市街地では頭打ちになった。市の周焉部に住宅地が造成された。例えば、ベムベルクやレーガーといった地域が公的資金の助成を受けて整備された。1930年代には、ベルミング前や市の西部の拡大が起こった。こうした発展により、この町は1907年にイーザーロー軍から離れ、軍独立市の権限を得た。 ただしこれ以後の1974年までは、同軍の軍長所在地であり続けた。1930年代になると、イーザーローンでも NSD オッピーが力を持つようになった。NSD オッピーは、1929年の市議会選挙では2.4%の得票率であったが、1933年3月5日の国会議員選挙では40.4%。 1933年3月の市議会選挙では42.5%の票を獲得した。1933年4月27日に上級市長のリヒャルト・ゲルテンバッハは理由なく休暇を与えられ、その業務は県の上級職員バルター・リーデルが一時的に委任され引き継いだ。NSD オッピーの影響力を振るった地方政治家が ビリー・ケルカーであった。1933年1月16日に国家社会主義指導者ハンス・ベルンザウが駅前で暗殺された事件後共産主義者に対する抑圧運動が起こった。容疑をかけられたあるイーザーローン住民が1933年9月に殺害された。1938年のユダヤ系住民に対する 排斥運動でメンデナー通りのシナゴーグや数多くのユダヤ人の商店が破壊された。1934年から3つの弊社建設を含む国防軍の軍備拡張が始まった。イーザーローンは軍事都市となった。第二次世界大戦中この街は大部分が破壊を免れた。 1945年4月に残留していたドイツ国防軍がルールポケットからイーザーローンに退却してきた。4月13日にアメリカ軍による砲撃が開始され、ほぼ3日間続いたが、わずかな被害を受けただけであった。この時の証拠の一つが2000人が避難することができる旧市街の防空壕である。国防軍司令官アルベルト・エルンストは、 望みがないことを悟り、アメリカ軍及び関係者からの最後通告に対して降伏することを決めた。1945年4月16日の日中に降伏は完了した。早くも1950年代にこの町は急速に復興した。イーザーローナーハイでは1956年にエストリヒに合併し、ここに工業地域が創設された。ゲルリング前。 ヌスベルク、ブラントコプフに新しい住宅地が建設、あるいは拡張された。ベルンハルト・ヒュルスマン兵舎、空軍軍事専門学校の、専門イギリス陸軍ライン軍団の二つの兵舎が、ドイツ連邦共和国に返還された後、イーザーローンは1969年に連邦軍の中屯地となった。ンケルマンには、 第271、273、274、高科量兵大隊が、ベルンハルト・ヒュルスマン兵舎には、空軍軍事専門学校が配置された。アルゴネ兵舎には、さらにイギリスの軍事病院があった。1990年以後軍は縮小され、イーザーローンのすべての兵舎が閉鎖された。軍事病院の建物と施設は現在、ビジネス及び、 情報技術学校や、アムザイラー税寄宿学校として利用されている。コルナ弊社には、産業センターが、ベルンハルト・ヒュルスマン弊社には、ジェロントテクニックセンターが、ビンケルマン弊社には、ボーンパーク・ブーヒー・エンベルト編が設けられている。ノルト・ベスト・ファーレン州の市町村再編に伴い、イーザーローンは1975年に、 軍独立市の地位を失い、メルキッシャー軍に属す大規模軍都市となった。本市には、軍の機関の支所があり、また、メルキッシャー軍を管轄する、軍警察機関の本部がある。内市街全域は、1967年から1980年代に、再開発され、改造がなされた。歩行者専用区域や、市の中心部に近いバイパス道路の建設のほか。 1974年、印象的な建造物としてシラー広場に新しい市庁舎が建設された。中核式以外に残されていた中世風の構造は取り壊され、大部分が交通用地に転用された。2000年代初めから、醜い建物の長いリストからいくつかの建物を救済しようと改修が行われるようになった。歩行者専用区域が、 新たに設けられた。戦前に鉄道路線のさらになる増加を逃していたため、面電ンンへの路線が廃止されたことで、イーザーローンは行き止まりの駅となった。樹木の豊富なアレクサンダー兵は、コンクリートの建物に場所を譲らなければならなかった。有限とシュティールの浴場として、ドイツに残るわずかな作例は、一部が取り壊された後、老人ホームとなった。 ドイツ山歩きの日2001の開催や2005年から毎年開催されるキャンパスシンポジウムによってイーザーローンは全国的な注目を集めた19世紀末からイーザーローンの地域は徐々に拡張してきた1883年1月17日及び1890年12月1日にレッセルの一部が合併した彼とエストリヒの一部は 1929年8月1日に合併した。エストリーヒの別の一部、クーローとドレシェダーフェルト西部は1941年4月1日に合併した。1956年10月1日にイーザーローンの一部となった、イーザーローナーハイでゲルリング前ホムブルフもエストリーヒに属していた。1971年4月1日に ホムブルーフの北、レフリングゼンの東にあたる森林地域及びフォルムホイの工作地を合併し、地域が拡張された。1975年1月1日の市町村再編により、ヘネン、レトマーテ、ヘーマーの一部、ケスベルン、ジュンメルンが新たなイーザーローンに合併した。イーザーローンの人口水耕工業化の始まりとともに、イーザーローンの人口増加が加速した。 1820年にはこの町に5000人ほどが住んでいたが、1900年には早くも2万7000人に達した。レトマラテやその他の町村との合併により、1974年には5万6000人だった。人口は1975年1月1日に9万7000人にまで増加した。 1996年の人口調査実施日である12月31日の人口は9万9802人で最高値を記録した。ノルトベストファーレン州情報技術美局の研究結果に基づく2008年12月31日のイーザーローンの公式な人口は9万5598人であった。イーザーローンは大都市に分類されない。 ドイツ最大の町である。イーザーローンの聖パンクラティウス教会イーザーローンは、ベスト・ファーレン福音主義教会、イーザーローン教会クライスの本部所在地である。イーザーローンの福音主義教会組織は1931年以降統合されている。カトリックの司祭区は、メルキシェス・ザウアーラント主席司祭区に属している。 宗教分布2018年12月31日、現在イーザーローンには29,529 29人の福音主義信者と28,031人のカトリック信者がいる。40.2%はその他の宗教、または無宗教である。2005年時点では、福音主義37,479人に対してカトリック34,194人。 その他、または無宗教が29,574人であった。歴史的敬意性パンクラティウスを守護聖人とするイーザーローンの古い教区教会は、元はメンデンの娘教会であった。イーザーローンの司祭は、13世紀から14世紀には、しばしばこの教会が属していた、アッテンドルン主席司祭区の主席司祭となった。 司祭の任命権は、ケルンのアンドレアス修道院が有していた。イーザーローン教区には、エストリヒト、アルテナの二つの司教会が属していた。司壁内に1130年頃に、オーベレステ・シュタットキルヒエが建設された。この教会は当初は聖エ、コスマスと、聖ダミアンに、後には、聖母マリアに建造された。16世紀に教区として、完全な権利が与えられ、 これにより、本市の市教会となった。イーザーローンの宗教改革は1524年に、なされた。コンラート・ファルンハーゲンがルター派の教義を広め、イーザーローン住民の多くがルター派信者となった。1745年、プロイセンの命令により、イーザーローンに、カトリック教会が創設された。カトリックの礼拝は、当初指定で行われていたが、1755年から、 小さな教会を有することができた。18世紀後半になると、針工場で働くために、多くのカトリック信者がこの町に移住してきた。教会は手狭になり、1825年に取り壊された。1831年から1873年に、レームクーレに教会があったが、鉱山事故により閉鎖された。 イーザーローン内市街に現存する最も古いカトリック教会は1894年に建造されたアロイジウス教会である。この建設当時には福音主義がまだ優勢であったが第二次世界大戦後のカトリック難民の流入により宗派間の比率はほぼ同率になった。この2大教会の宗教行事は福音主義が14教会。 カトリックが13教会で行われている。新首都教会は、1886年から、イーザーローンに、強力な教団を有している。その創始者は、後の、アポステル・ボルネマンである。現在のエルテス・テンベチルク・イーザーローン教区となった、この教団から、近隣の多くの教団が形成され、ヘッセンにまで及んだ。現在、 イーザーローン市内には3つの教団がある。20世紀後半に様々な国から様々な宗教背景を持つで稼ぎ労働者がイーザーローンに定住した。現在、イタリア正教、ポルトガル正教、ギリシア正教の他に大きなムスリム教団がある。この教団は1990年代に初めてモスクを建設した。 現在市内には6カ所に、モスクやイスラムの礼拝所がある。これには、ジティブの2カ所のモスクやアフマディアモスクが含まれる。セブンスデーアドベンチスト教会、エホバの証人、キリストアデルフィアン派も活動している。また、イーザーローンには、祝教の寺院もある。イーザーローン市長者、イーザーローン市議会は、50議席からなる。 2009年10月21日から2019年9月30日まで、ペーター・パウル・アーレンスがこの町の市長を務めた。彼は2009年8月30日に35.8%の支持票を獲得して当選した。2015年の選挙では9月27日の決選投票において、得票率51.24%で、さらに5年の任期を得た。 彼は2019年9月30日に引退することを表明した。2020年11月1日からミハエル・ジョイテが市長を務めている。図柄、金字に2本の青い屋根をいただいた赤い塔と三層の赤銀の一末模様の横帯を持つ壁が描かれている。塔の間に赤いマント着て右手に剣を持った精鋭、パンクラティウスが現れている。 解説、イーザーローンの死の紋章の起源は、オーベルステ市教会の内人席に描かれている。上部には、聖、パンクラティウスが描かれ、塔が古い都市防衛施設を象徴している。塔の元に配置された市松模様の帯は、かつての丸く白量を表すと同時に、塔を繋ぐことで防衛を表現してもいる。この紋章は1913年に認可され、 1975年の地域再編後も旧イーザーローン氏から新生イーザーローン氏に引き継がれた。ヘメン、ケスベルン、レトマーテ、ジュンメルンといった市区はイーザーローンに合併して以後個別の紋章を用いていない。イーザーローン氏は以下の都市と姉妹都市関係にある姉妹都市委員会はイーザーローンと姉妹都市との間の活発な交流に尽力している。 例えば、オシェルトの交換留学、ノボチェルカスクでのスポーツ競技会、2007年末に、イーザーローンで行われた、姉妹都市カンファレンスなどである。姉妹都市からの客がこのバルトシュタットを訪れる際には、多くのホストファミリーが宿を提供し、手助けをする。経済面では、イーザーローン施設局は、グラウヒャウ施設局に投資を行い、その共同出資者となっている。 イーザーローンのオーベルステシ教会レッドマーテの聖キリアン教会この街の最も古い教会であり、現存する最も古い建物がバウエルンキルヒエと呼ばれる福音主義の聖パンクラティウス教会である。この教会はもともと1000年頃に建設された十字型ロマネスク様式の列中バシリカ教会であった。内陣と窓は後期ゴシック様式である。 この農民教会はかつて、洗礼教会として利用されていた。農民教会の近くのビルシュタインの岩山の上に、マリエン・キルヒエとも呼ばれるオーベルステ・シュタット・キルヒエがある。この教会は13、14世紀に建てられたに、老式ゴシック様式のハレン・キルヘである。特筆すべき芸術作品は1400年頃に作られた、小国祭壇である。この祭壇は、 18体の死と、聖人像や、聖母、マリアの生涯を描いた1450年頃の祭壇画を有している。オーベルステ・シュタット・キルヒエは、イーザー・ローン最大の福音主義教会であり、この町の象徴的建造物となっている。市の中心部にある、もう一つの福音主義教会が、改革教会である。改革教会という名称は、1931年に、 イーザーローンの福音主義協会のユニオンが形成されてルター派と改革派が区別されなくなる以前の時代を想起させる。イーザーローン改革協会の建設は1710年に始まった。1712年の都市火災で未完成だった。この協会が消失した後、1718年に完成した。内市街の歩行者専用地区の中にあるこの教会は、 現在、市内の教会として、特に信仰回復や、短い祈りの場として利用されている。市の中心部にはさらにカトリックの教区教会精鋭、アロイジウス教会もある。この三老式ネオロマネスク様式の教会は、1891年に、祖先が置かれ、1894年に完成した。 1895年に制作されたネオゴシック様式の祭壇は1985年以前はヘイマーの聖ペーター及びパウル教区教会に祀られていた聖アロイジウス教会はメルキッシャー軍で2番目に大きな教会である周辺地区の特筆すべき教会建築が1200年頃に建設されたヘネンの福音主義ヨハネス教会である ただし、斎藤と新郎は、同じ時代のものではなく、二つの後期で作られた。レトマーテのカトリックの、聖キリアン教区教会は、1917年に、完成し、民衆から、ドームとも、レネドームとも呼ばれている。レトマーテの景観にはいち早く目に入るからである。この建物は、アーヘンの聖堂建築家、ヨーゼフ・ブフ・クレーマーが設計し、 メルキッシャー軍及びレネタールで最大の教会として、長らくこの宿の象徴的建造物となっている。イーザーローンで最も古い世俗建築1970年代以降に観光された内視外再開発で、いくつかの箇所でははっきりと認知できるほど都市景観が破壊された。13世紀に建設されたモンは、特に南側の西側に、 わずかな痕跡を留めるだけになった。保護文化財に指定されているリッカー塔の基部はアム・リッケントゥルム19という建物の中庭にある。それでも、例えば、クナレンブリンクや、ジューデングラーベンなどの魅力的な街並みが残るところも、ある。最も古い世俗建築は、マリエン教会の近くにある1230年頃の建物である。 この建物に1609年にラテン語学校が入居した。この学校からメルキッシェスギムナジウムイーザーローンが設立された。19世紀には牢獄として使われ、その後幼稚園となった。1971年からは福音主義ブルクアーカイブ及びファルンハーゲンシェ図書館が入居しており、15世紀から18世紀の資料を大量に収蔵している。 イーザーローン市立博物館フリッツキューン広場の1720年に建設されたハウスデアハイマートには市立博物館が入居している。この建物はマンサード屋根と中央リザリートを持ちその正面に屋外階段を持つ美しい玄関を備えている。同じ時代の別の建物としては1730年頃に建設されたマウアーハウスが ジューデン・グラーベン28番地にある。ハウス・デア・クライネン・ロイテとも呼ばれるこの小さな民家は、公益協会、イーザー・デン・クマールによって完全に修復され、訪れることができる。アンデア・シュラハト2番地の建物は、1755年に建造されたバロック様式の玄関を有している。この建物はもともと市の行政庁舎愛に付属していたが、 1974年の再開発で行政庁舎が取り壊された。この他の18世紀から現存している建物には、1748年建造の寄せ棟屋根の漆喰塗り建築、ランペルマンシェスハウスやフォン・シャイプラーシェスハウスがある。校舎は、イーザーローンの職婦職人で、テキスタイル工場の工場主でもあった、ヨハネス・ルーペの住まいとして、 建築家 JH ラフロイヤーによって1783年に建設された高い1階部を持つ4階建ての漆喰塗り石像建築である。正面には平屋根をいただく中央リザリートが設けられている。イーザーローン市立図書館本館市内には多くの役場が存在した。イーザーローンの4代目の市役所であったアルター、ラートハウスプラッツに面した。 旧市役所は1875、1876年に建設された。古い聖書法に従えば、ランスハウスと表記される。その先代の建物は、イーザーローンで、最初の石像の視聴者で、1738年頃に、その機能を失った。この視聴者があった場所は正確には分かっていないが、おそらく旧視聴者の近くであったと推測されている。 それ以前の二つの視聴者についてはほとんど情報がない。旧視聴者は、1974年に、議会や、市の行政機関がシラー広場の新視聴者に移された、後イーザーローン市立図書館の本館となっている。シラー広場の新視聴者は、イーザーローンの歴史上五代目の視聴者である。地上9階のこの建物は、内市街で最も高い建物の一つである。 この地方でかつて行われていたガルマイ高採掘のため建物の一部は数センチメートル沈み込んでいる。20世紀の建築様式も内市街に作例がある。南西端のシュタットバーンホーフの近くに旧市営浴場の建物がある。この建物は1908年に有限都市ティール様式で建設された。この年の5月5日にイーザーローンで 最初の浴場施設として開館した。ここのは大きな水泳用水槽の他にシャワー施設、公衆浴場、医療用浴場もあった。保護文化財に指定された有限とシティール様式の建物の一部を含むこの場所に老人ホームが建設され1987年に運用が開始された。当有限とシティール様式の階段室、モザイクが施された。 急玄関が残されている。イーザー・ローナー・クライス・アンツァイガーの出版社の社屋は、この新聞の創設者にちなんで、ビヒエル・ホーフェンハウスとして知られている。この建物は、4階建てのレンガ建築で、中央部へ行くにつれ階段状に高くなっている。この建物は1927年に、新速物主義様式で建設された。装飾は主に表現主義の影響を受けている。 内部には、クリスタルガラスの表現主義様式の窓がある。同じく表現主義様式のレンガ建築が、イーザーローンで育った、ハンブルクの建築家、カール・ベンゼルが1924年から1925年に、建設した、ホイテルベック邸である。ハウス・レトマーテ・ダンツ等は、イーザーローンの象徴的建造物で、イーザーローンの死の森の高台にある。 1908年に建設され、翌年5月22日に落成した。高さ392メートルのフレンデンベルクの上に立っている。この名前は、イーザーローンの名誉市民、エルンスト・ダンツにちなんでいる。彼は、ザワーラント山岳、遊歩協会を設立し、様々な活動を通して、森の植林に貢献した。ヘーマーとの死境近くに、ビスマルク島がある。 この塔が建っている場所は、1975年の市町村再編まで、ザイラーバルトのヘーマー部分であった。それ以後は、森の大部分とともにイーザーローン氏に移管された。イーザーローンには、給料主館がいくつか残されている。おそらく最も有名なのはハウスレトマーテで、同盟の地区にあり、現在は、 博物館及び図書館として利用されている。昔この館は、長らくのアイダブラーベック家の所有であった。この他に、ヘネン地区だけでも、ハウスゲルケンダール、ハウスヘネン、ハウスレニングハウゼン、ハウスオーレと4つの領主館があった。このうち、ハウスゲルケンダールと、ハウスヘネンは現存していない。エビングハウスイコールメルマン邸、ホイテルベック邸、 クルーテ博士邸といった保護文化財に指定された邸宅も見応えがある。鉄十字。鉄十字はナポレオン戦争及び解放戦争の戦没者のための最初期の記念碑の一つとして1816年10月18日に封見された。その形はプロイセンの功労勲章である鉄十字をかたどっている。住民の根拠の時代を象徴するために 安価な鉄材で作られている。名文には、王と祖国が神と共にあらんことを引く1813と記されている。この記念碑は、グリューナータールの高台斜面に立っており、西のフランス側を向いている。エストリヒ地区には、ベストファーレンサイコの鎖単屋がある。建設されたのはおそらく18世紀後半である。この鍛冶屋は、針金工場種 カスパー・リデリヒタイレの1815年の遺産目録に最初の記録が残されている。1981年に修復された後、完全に機能するテーベス・サタンヤは1983年に保護、文化財に指定された。中央墓地に47人の市民が犠牲となった1849年5月17日の イーザーローン放棄の犠牲者を追悼するスペースが設けられている。民主主義の先駆者たちに1848から1849イーザーローン革命の犠牲者にと記された黒い大理石の記念碑が建てられている。大理石の上には鋼鉄製のパイプで作られたオブジェクトが取り付けられている。バーンホーフス広場近くのアムポートに 国家社会主義の犠牲者の追悼碑がある。等身大のブロンズ像が斜めに置かれた4つのハーケンクロイツに取り囲まれ、人物像が捉えられている。この追悼碑は、ジークフリートノイエンハンゼンによって制作され、1989年8月11日に完成した。保護文化財に指定された破壊士を数奇有する、イーザーローン私立墓地も特筆に値する。 1961年から1964年に、アレクサンダー・ヘイの、ノイ・エン・ハレと呼ばれた建物が、イーザー・ローンの建築家、エルンスト・ドスマンとハンス・ライメによって増改築され、パルク・テアターが作られた。そのすぐ近くにある、アルテ・ハレは、パルク・ハレと改名された。上級市長のアルフレート・ポットホフが、1964年4月4日に、パルク・テアターを開館した。 コケラ落としには、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、ジューニアを、ハインツ・ヒルペルトの演出で、ゲッティン・ゲンドイツ劇場が上演した。この劇場には2つのステージがある。803席のグロンセハウスと、100席のシュトゥーディオ・ビューネである。レベッケザールは、音響施設と会議施設を備えた250席のコンサート及びイベント用ホールである。 ギャラリーでは250人までのイベントが開催可能である。このギャラリーは、はホワイエと組み合わせることができる。そうすることで、さらに200席を増設可能である。イーザーローンでは、多くのアマチュア劇団が活動している。例えば、1989年に設立された、シャウシュピールアンサンブルイーザーローンは毎年、古典劇や現代劇作品を、 パルクテアターで上演している。この他に子供たちと共に子供向けのメルヘン作品の上演も行っている。市民大学の演劇グループが発展して1993年に発足した演劇クラブ、プ・アールビューは1997年から独立したクラブとなっている。このクラブの公演はパルクテアターのシュトゥディオビューネで定期的に行われている。 これら二つの演劇クラブは、ノルトベスト・ファーレン・アマチュア演劇連盟及び、ドイツアマチュア劇団連合に属している。この他のアマチュアグループには、1919年に創設された、フォルクスビューネ・グリュールマンスハイで、ドレシェーで演劇クラブ、フォルクスビューネ・ヘヒステンがある。イーザーローンのキャバレー、ハウ・ヘヒエルは2000年から、文学的、政治的、悲劇的プログラムを上演している。 イーザーローン市工芸及び、郵便の博物館、イーザーローンには、町の歴史全般を紹介する、私立郷土博物館が2館存在する。イーザーローン私立博物館とハウスレトマーテ、私立博物館である。いくつかの博物館では、特化した、イーザーローンの産業史を扱っており、それらのいくつかは、古い生産施設にあり、産業文化財となっている。 この種の私立博物館としては、マステバーレンドルフの歴史的工場施設や、イーザーローン主工業及び、郵便の歴史博物館がある。この他に、エドゥアルトバルバッハタンや博物館やグート、レニングハウゼンの歴史的なビムベルク穀物種、蒸留所が挙げられる。ウンターグリューネ地区のデヒエン洞窟のすぐ近くにある、ドイツ洞窟博物館は、 ドイツでもユニークな博物館である。この他に、イーザーローン市のヘムベルク学校センターにある、考古学や個性物学に特化した、ヘムベルク博物館、街の浄化とゴミ処理に関するコレクション、東ドイツ博物館がある。イーザーローンには、多くのギャラリーがある。イーザーローン市は、フォン・シャイプレルシェス・ハウスや、ビラ・ベッセルの私立ギャラリーで、芸術作品の展示を行っている。 この他にパルクテアターのギャラリーでしばしば展覧会が開催される。イーザーローン市の貯蓄銀行本店の訓練晴れでも定期的に芸術作品が展示されている。イーザーローンにはドイツで最も古い民営ジャズクラブの一つであるジャズクラブヘンケルマインがある。このクラブは1952年に設立されたホットクラブイーザーローンが運営している。 ヘンケルマンでは定期的に有名なジャズグループやシンガーが演奏を行っている。毎年開催されるクラシックギターフェスティバルを伴うイーザーローンギターシンポジウムは1992年からイーザーローンの音楽文化の確固たる構成要素の一つとなっている。その会場はイーザーローンパルクテアターオーベルステ・シュタットキルヒエト 2008年以降は、シュベールテのビリクストテイが用いられている。エリオット・フィスク、アルバロ・ピエリ、ローラン・ディアンス、ロサンゼルス・ギター・カルテットといった国際的に著名なギターリストたちがこのフェスティバルに参加した。この他の音楽イベントとしては、毎年開催される、イーザー・ローン音楽の秋の日、イーザー・ローンのオルガンの夏、国際ソングライターフェスティバル。 ボルトクラング、ジャズアンデン・キルヒエン、ロック・イン・バーレンドルフがある。また、1996年からは、毎年生体の祝日前の水曜日にベルミングザ・ザ・ーコーラス、オータ・リミッツのコンサートが開催されている。この地域で、あるいは全国的に有名なイーザー・ローン出身のミュージシャンには、ラッパーのカプット、歌手のサンディ・バーグナー、バンドでは、ペーベー・ブルース・ガング、 ライヒエンベッター、ハルツマウルウンと、シュピール、ソフ、ルクスレルムがいる。ザイラー湖。写真は南東側から撮影されている。画面左寄りにサッカーグラウンドが見える。その左下にあるのがアイスシュポルトハレである。イーザーローンの人気のハイキング地の一つがザイラー湖である。この湖は20世紀初めに小さな川をせき止めて作られた人造湖である。 1970年代に湖畔にアイスシュポルトハレが建設され、同じ頃にアウトバーン A46 号線の橋が湖に架けられた。ここから現在の暫定的な終点であるヘーマーインターチェンジまではわずか 1km ほどの距離である。散策やジョギングで湖岸を完全に一周することができる。隣接するザイラーバルトは山歩き愛好者に人気である。 湖岸にはこの他にサッカーグラウンド、私立屋内プール、ザイラーゼーバーと屋外プール、シュレッデンホーフがある。サッカーグラウンド北側の駐車場は、毎年、復活祭のキルメスの会場として利用される。さらにノルトベストファーレン州で2番目に大きな、花火大会も開催される。もう一つの、もっと小さな湖が、 イーザーローンのシュタットバルトのダンツ島近くにあるルーペン大帝である。市の南部のシュタットバルトは数キロメートルの長さの遊歩道が伸びている。アルテナへ向かうドラートハンデルスベークには案内板が設けられており、針金交易を記念している。イーザーローンとヘーマーとを結ぶかつての鉄道軌道跡は2009年11月から自転車道及び遊歩道として再開された。 全長3 1トルのこの道は完全にアスファルト舗装がなされており、インラインスケートやローラースケートでも利用可能である。この道は古い産業遺産、庭園の脇やドローの緑地を通り、オーベレミューレ付近ではイーザーローン旧市街を望む素晴らしい眺望が得られる。市の西部には石灰岩の洞窟がいくつか見られる。 最も知られており、唯一入ることができる小乳道が、デヒエン洞窟で、いくつかのサークルからドイツで最も重要な、観光洞窟の一つと、称されている。この洞窟は、1868年の鉄道、レトマーテイーザーローン線建設時に発見され、延べ約1200万人が見学に訪れた。イーザーローンで、最も成功しているスポーツが、アイスホッケー、 ローラーホッケー、インラインホッケー、ケーゲル、サイクルサッカーで、イーザーローンのチームが、ドイツ最高のクラスで戦っている。イーザーローン・ルースターズは、ドイツアイスホッケーリーガに参加している。エルグ、イーザーローンは、男子は、ローラーホッケーブンデスリーガで、女子も最高クラスに所属している。男子チームは、ドイツマイスター選手権で1976年。 1977年、1986年、2006年、2008年、2009年、2015年、2016年、2017年に優勝している。2009年には初めてマイスター選手権とカップ戦とのダブル優勝を飾った。このクラブの女子チームも成功している。チームは2011年に発足したのだが、 翌年から中断することなくドイツマイスターを獲得し、2013年を除きポカールをも手にしている。インラインホッケークラブサムライ・イーザーローンはドイツ最高クラスで戦っており、1997年と2001年にシェーレブモインでドイツマイスターとなったケーゲルクラブのブラウバイ・スイーザーレトマーテ EV と同様に、かつてはブラウバイ・イーザーローンを名乗っていた。 サイクルサッカーでは、RC プファイル07のハイココルベストダニエル、エンドロバイトが、イーザーローン氏からブンデスリーガに参加している。イーザーローンの最大のスポーツクラブが、約3300人の会員を要するトゥス、イーザーローン 1846EV で、南ベストファーレン地方でも最大級のスポーツクラブの一つである。そのバスケットボール部門である。 イーザーローン・カンガルースは2018-19年シーズンにバスケットボールブンデスリーガ2部プロビーに参加した。また、バレーボール第一チームはオーバーリーガで戦っている。SC、ヘネも同じくオーバーリーガで戦っており、イーザーローン氏の最高クラスの女子バレーボールチームとなっている。2012年にシュポルト・フロイント・エストリヒーザーローンとトゥス。 イーザーローンのサッカー部門が統合され、FC イーザーローン46、49が成立した。この新しいクラブの第一チームはまずサッカー、ランデスリーガに属したが、2016、17年シーズンから、より高いクラスのサッカーベストファーレンリーガに昇格した。FC の女子 B ジュニア部門は、ブンデスリーガにし、南西地区でゲームを行っている。 FC ボルシアドレシェでは、ランデスリーがベストファーレンでプレーしている。BSC イーザーローンは、アーチェリーのクラブであり、2006年にドイツマイスターとなった。レト・マター・ t v は2018、2019年シーズンに、ハンドボールランデスリーがに参加した。水泳クラブでは、水泳の他にレジャースポーツとしてのスイミングスポーツや、水球が行われている。 SV イーザーローン1895の水球チームは C ジュニアと D ジュニアに参加している。一ュフのシニアチームはオーバーリーガに参戦している。一ュフはさらに B ユーゲント、C ユーゲント、D ユーゲントのチームも有している。トゥス46イーザーローンの卓球男子チームは1950、51年シーズンに当時ドイツの 最高リーグであった卓球オーバーリーガに所属していた。イーザーローンでは、ほとんどすべての地区で様々な射撃祭が開催される。最大の射撃祭は、アレクサンダーヘイエで開催される、イーザーローナービュルガーシュッツンフェラインのものである。これは、南ベストファーレン最大の世俗祭とされている。IBS 部、射撃祭の間に、いくつものパレードが内市街を練り歩く。 日曜日のメインパレードには4万人近い人々が沿道を埋める。IBS 部、射撃祭と同様に1991年から毎年フリーデンスプレーヌムが主催し、農民協会で3日間にわたって開催される音楽、フェスティバル、フリーデンスフェストも人々を引き寄せる。シュブールレスビッシェ、イニティアティーベメルキッシャークライス EV は2001年から9月。 はじめの土曜日に、同性愛者のストリートフェスティバル、クリストファーストリートデイメルキッシャー群を内市街で開催している。毎年多くのキルメスが開催される。例えば、ザイラーコのオスターイコールキルメス、レトマーテのキリアンイコールキルメス、エストリーヒのアペルイコールキルメスなどである。さらに、レトマーテのブリュッケンフェスト、内市街のバルトシュタットフェストを呼び、 イーザーローン・クリナーリッシュといった世俗祭も開催される。コンサートシリーズ、ロック・イン・バーレンドルフは様々なテイストによるコンサートが毎年おおむね6回バーレンドルフで開催される。アドベントのシーズンには、レトマーテ・バーレンドルフ農民協会周辺でクリスマスマーケットが開かれる。精霊降臨祭の月曜日には、 早朝6時頃にバロッツブルネンへ歩いて行き、そこでエルフの踊りを見物して、健康に良いとされる泉の水を飲むのが伝統である。古い伝説によれば、この日にこの水を飲むことで一年長生きができるとされている。イーザーローンには合わせて1274人を収容できる7つのホール、食堂、フリースペースを有するシネマコンプレックスがある。 この映画館は建築場、駐車場、シティと繋がっており、約600台の駐車場が使用可能である。イーザーローンは、ザ・ワーラントの食文化に属す。この街の最も有名な製品としては、2014年に、生産停止となったプリバートブラウェライ、イーザーローンのビール、イーザーローナーピルゼナーがあった。2016年からは、これと風味の似た。 ダンツテュルムヒエンという名前の新しいビールがハーゲンのフォアマンブラウエライで製造されている。この他の名物食品としてはマスタードやシュナップスの製品がある。中世以来イーザーローンでは金属加工業が盛んである。市内ではブグや後には針金が製造された。また針の製造は世界的に輸出される最も重要な産業に 発展した。19世紀の初めには、イーザーローンは、アルテナや流電車位と共に、ドイツの最も重要な金属加工産業の中心地の一つとなっていた。現在でも、この町の経済は、鉄、金属生産及び金属加工に携わる、中規模業者を、主とする構造によって特徴づけられている。 ドルンブラハと社現在この町の金属加工業者で、最も重要な企業は、ヨーロッパ最大の鎖製造業者、ケッテンベルケティーレと自動車部品供給業者キルヒホフ、ビッテ GMBH である。広い意味でこの分野に含まれる企業として、アロイス F ドルンブラハと GMBH&CO、KG やワイダリヒトテクニークが挙げられる。 ヘクシオンのベイクライト製品の製造も長い伝統を持つ。メディス本社事務用品の製造部門では、ブラウゼ社やデュラブルヘンケヨッホハイム、GMBH&COKG、OK、がある。ヘンゼルテクスティル GMBH は、医療品産業向けに、アインロゲスタッフを製造するドイツで、唯一の業者である。健康、医療分野では、 医薬品製造業者のメディス社や GGT ドイチェ、ゲゼルシャフトフュア・ゲロントテクニック GMBH が特筆に値する。人海処理産業では、この町にはロッベホールディング GMBH&COKG が業務を行っている。プリバーアトブラウエライ・イーザーローンも長い歴史を有している。ビール醸造及び歌手製造のコンツェルンが、子会社を閉鎖しようとしていたため、 2003年に、この町の3人の商人がこれを引き継ぎ、民間、ブルワリーとして存続させた。このブルワリーは2013年末に破産申請し、破産手続きの公表後2014年4月31日に、創業を停止した。連邦軍駐屯地の閉鎖は、1990年代末から、小売業に、負の影響を及ぼしていた。 第三次産業従事者の数は平均を下回っているものの、イーザーローンはメルキッシャー軍の重要なサービス業の拠点である。2017年6月30日現在に、イーザーローンには36,111人の社会保険支払い義務のある就労者がいた。このうち13,312人が製造業に従事していた。商業、接客業、交通運輸業、 流通業は6,242人、その他のサービス業は16,505人、農林水産業は51人であった。経済連合及び経済団体、イーザーローンは、様々な利益連合や、経済活動団体の本部所在地である。この町は、ルールで猫用車連合及びメルキッシャー郡。 職人協会の本部所在地である。イーザーローンには、経済振興協会、イーザーローン経済活動団、イーザーローンシティイコールマネジメント EV、イーザーローン振興企業サークル EV、モルト経済活動団 EV などがある。この他に、ハーゲン商工会議所は、イーザーローンにオフィスを有している。イーザーローン市の主要交通網、イーザーローンの交通路は、 基本的に鉄道、または道路によっている。道路網の全長は5 2 7トルである。このうち1 1トルがアウトバーン、1 6トルが連邦道、数多くの修道が合わせて5 6トルである。イーザーローン駅地域を3本の鉄道路線が、通っている。イーザーレトマーテイーザーローン線、アルダイ鉄道、ルールジーク線である。市内には、 ドイツ鉄道の駅が6つ稼働している。アルダイ鉄道は DB レギオ NRW の運営、他の路線はアベリオレール NRW が運営している。イーザーレトマーテイーザーローン線はかつてヘーマーまで延伸していたが、延伸部分は撤去された。空港はなく、軽飛行機、グライダー用飛行場がケスベルン、ライナーマルク、ジュンメルンにあるだけである。 最寄りの空港はドルトムントにある。レネ川もルール川も本市での航行できない。最寄りの内陸港はドルトムント港である。ラジオ MK イーザーローンには日刊紙が西ある。最も古く発行部数が多いのがイーザーローナークライスアンツイガーウントツアイトゥングである。もう一紙がベストフェリシェルントシャウであるがそのローカル面は完全に イーザーローナークライスアンツアイガーウントツアイトゥングから提供されたものである。広報誌、シュタットシュピーゲルも刊行されている。ローカルラジオのラジオ MK は、メルキッシャー軍向けのラジオ放送で、イーザーローンに本社がある。イーザーローンの送信書とレトマーテ送信書から放送されている。イーザーローン区裁判所裁判所と役所イーザーローン区裁判所は、 イーザーローンとヘイマーを管轄している。イーザーローン労働裁判所はメルキッシャー軍全域を管轄している。イーザーローンはメルキッシャー軍の軍警察署の所在地である。イーザーローンに存在するメルキッシャー軍の行政機関はこの他に保健衛生局、外国人局、獣医局、自動車登録所を含む道路交通局がある。イーザーローン職業安定署は メルキッシャー軍全域を管轄している。ノルトベストファーレン州建設局のイーザーローン管区は南ベストファーレンを統括している。また、この町には税務署もある。イーザーローン刑務所は市の北部ドリュップリング前市区にある少年刑務所である。健康、保険衛生イーザーローンには2つの病院がある。教会が運営する病院は小児病院を含む 福音主義病院、ベタニエンとカトリック教会が運営するセーリー・イザベト・イコール・ホスピタルである。第3の病院であったメルギッシェクリニー県 GMBH 参加のマリエン・ホスピタルは2019年11月1日に活動を停止した。市内には看護学校と小児看護学校がある。市の救命救急サービスは職業消防団によって守られている。 南ベスト・ファーレン大学、イーザーローン本部、イーザーローンビジネス及び、情報工学スクールイーザーローンは2校の短科大学の所在地である。イーザーローンに本部を置く南ベスト・ファーレン、専門短科大学と、全国的に有名な私立短科大学ビジネス及び、情報工学スクールである。校舎は、毎年国際的な学術、カンファレンス、 キャンパスシンポジウムを開催している。中等教育では、一般的な学校形態はすべて揃っている。私立、ギムナジウム3校、すなわちメルキッシェスギムナジウム、ギムナジウム、アンデアシュテナー、ギムナジウムレトマーテの他に、寄宿制の私立ギムナジウム、インターナートシューレアムザイラーゼがある。さらに、ギムナジウム上級課程を含む、統合型総合学校2校。 実家学校2校、本家庭学校2校がある。初等教育では、基礎家庭学校が14校ある。この他に養護学校3校と描写用学校が1校、ある。テオドール・ロイター職業補修高等専門学校、イーザーローンが修立、職業補修高等専門学校として、職業教育に取り組んでいる。この学校は、ノルトラインベスト・ファーレン州が運営しており、 製造技術、電子工学に重点を置いている。また、メルキッシャー軍の職業補修高等専門学校、メルキッシャー軍主工業協会、EV の職業訓練センター、DGB の職業教育施設、ドイツ就労者アカデミー、フリーベリケフリートナーシューレがある。イーザーローン氏は、市民大学、旧市庁舎内のイーザーローン私立図書館、私立文書館、 音楽学校を運営している。ファールンハーゲン図書館は歴史的な書物コレクションである。ドイツ人海処理業図書館は人海処理及び排出をテーマとする専門図書館である。イーザーローニ氏のフローリアンスドルフはドイツ発の子供防火センターとして防火に特化して取り組んでいる。この他の教育機関としては就任定の補助学校、イーザーローン青年芸術学校、 ノルトベスト・ファーレン・バレー及びダンスセンター・イブやマックスクがある。ウナー広場のグロッケンシュピールは、エミール・リッタース・ハウスが1869年に旅館・ツー・アポストで作曲したベスト・ファーレンの歌を奏でる。城塞都市であった歴史的背景により、田中芳樹の小説でアニメシリーズにもなった銀河英雄伝説の宇宙要塞の名前として、イーザー・ローンが選ばれた。 イーザーローンの主要人物は様々な社会分野に存在する。例えば、教師で後に名誉市民となったエルンスト・ダンツが挙げられる。彼は、シュタット・バルトの植林を行った。この町の象徴的建造物であるダンツ等は彼に、ちなんで命名された。評価の定まっていない、名誉市民が教師で作家のフリッツキューンである。彼は、エネスディ・オッピーの党員であった。 イーザーローンには彼にちなんで命名された広場がある。イーザーローンで生まれた有名な起業家として、テオドール・ミュレン・ジーフェン、フリードリヒ・ゼン・ネッケン、ヘルマン・ディートリヒ・ピーペンシュトックが挙げられる。有名な芸術家が、ビルヘルム・ベッセルである。彼らの名誉を称えて通りや建物が命名されている。この他に、芸術家、エルンスト・ドスマンも有名である。近年では、 イーザーローンのキャバレティストのエンブ物セや宇宙飛行士、ウルリヒバルターが知られている。ありがとうございます。